皆さん、ようこそクラブベニエレー。本日の MC は大学坂田翔吾です。よっしゃ、お願いします。熱海役柏崎隼人です。よろしくお願いします。空手効果の優です。お願いいたします。はい、はい、優はい、はい、病床役田辺康介です。はい、さあ今日も始まりますよ、リモートナンバーワンMC。よいしょ、イエイ。そうだね、着地が見えないようになっちゃいました。そこでそこからのリモースカジノリモースカジノ、お題の事柄をメンバーができるかできないかをかけます。持ち点は5点からスタート。1項目に何点ベットしても OK。 点数がなくなった人は脱落。5人のお題が終わったところで終了して、最後に持ち点が多い人が勝ちです。なるほど、はい、はい、俺のターン。おドロー来た。俺はこの10秒間風船に触れずに落とさないを発動するぜ。おお。俺はできるに2つベットするぜ。できる2つね。俺はおできないに、うん、5枚ベットするぜ。こいつ闇のこいつ闇のゲームの方だな。相棒さすがだな。相棒ごめん、俺脱落したくねえからできないに2枚にしとくぜ。あー、できない方か。ひよったな。じゃあヒデさんを信じる。おできるに2枚。ちっちゃいな。君は一体何枚かけるんだ。まさか俺はできるにマキシマム召喚。マシーン。おい、自分が出てるから。さすが3枚ね。待って、3枚ね。3枚。マキシマムだから全部だと思っちゃった。全部今全部行くノリだったよね。行くノリだったよね、うん、ごめん、ちょっと期待はずれ。俺ラッシュの方だから。あ、ちょっと待って、怖いね。これ無理じゃねえ。やばいね、ちょっとね。じゃあ、ヒデさん準備いいですか。はいよ、いきます、スタート。ヒデさん頑張れ。ヒデさん君ならできる。ヒデさん、ヒデさん早いって。早い、数えるまでもね。時間を数えるまでもね。坂田10ポイント。やべえ、やべえ、やべえよ、こいつ。なんかさ、ここで自分でね、増やしてみせる。お、僕が引いたのは、それだるま落とし一発。僕は、自分ができるにワンベッド。だいぶひよってるじゃん。わざと失敗するっていうのもあるからさ、落とし入れられる可能性がある。いや、あ、そのシーンですよね。いや、全力ではやるよ。本当？うん、分かんない。信じるよ。全力ではやる。でも1枚しかベットしてないから。 できるか。でも1枚だけだ。全力ではやるよ。怖っ。全力ではやるよ。じゃあ、1ベットで。できるに1ベットで。できるに1ベットで。できるにじゃあよ。できないに1ベットで。なんかさ、勝者はだんだん少なくなってくんね。大丈夫です。まあ、できないに3ベットで。おー、できないに、うん、じゃあ、ゲーム終わっちゃうよ。そうだよ、僕が成功したらヒデさんもうカメラに映れないんだよ。いいよ。ポワーンってポイント課税とかないと。あー、なるほどね。俺はでもユウくんを信じて。おわ、できるに全ベッド。これは天下
ちかねえ、必ず誰かが消えます。この二人のどっちかが消えます。ちょっと待って、早くない待って、まだ二人だよ。一個、一個残しとこう。一個残しとこうよ。すげえ。違う、人生の勝負時が来たら待ったなしだから。そうだよね。ゆうくんの挑戦お願いします。全部落とせ。ちょっと行くぜ。行け。1、2の3。おおヒデさん、おおぶねー、ヒデさん、おおぶねいなくなってしまった。ヒデさん、どこここだよ。ヒデさん、いねえやつの話は、いねえやつの話はやめようぜ。こい、うわ、来た。けん玉、大皿に1回乗せる。おお、俺は、おい、おい、6枚全部かけるぞ。あ、でも男らしい。すげえ、すごい。できるに全部やった。勝つにはこれしかねえんだよ。そうだね。そうだね。で、勝ったらだって12枚で坂下を超えるもんね。超えられる。おい、俺は、うん、ハヤティが、うん、お一発で乗せられないに、うん、6ポイントかけるぜ。おお僕は、おお、どうする。ハヤティが乗せられないに2ポイント。そっち行ったか。ゆうくんは超えないといけないのよ。あ、そう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 、結構点差的に絶望的なのよ。ここの、ね、だからできるにマキシマム召喚。さっきから3枚のことマキシマムやめろ。ザキの挑戦です。集中する。OK。 お願いします。あ、やめろやめろ。うるさい、行くぜ。やうるさい、やっちゃった。やってんだよお前。何やってんだよ。俺はまだ消えたくない。ザッキー、柏崎、ザッキーの剣玉になっちまったよ。もう両隣がいなくなりました。ちょうど綺麗にね。真剣白羽鳥。これわかんねえよ。できる。わかんないよね、こうどれぐらいのスピードで振ってくるのかもわかんないから。僕は強そうだよ。できないに4ベット。おお。じゃあできないに15ベット。ちょっと待って。これさ、僕どっちかはできるにしてくれ。おい、分かった、分かった、分かった、じゃあ、うん、もう変えるよ。だって、あ、そっか、できるに俺と逆にしないとね、しないとこれはあれだから、勝ちの可能性がね。できるに4ベッドで、できるに4ベッド、うん、いや、じゃあ、うん、もういいや、できる5ベッドにする。え、5ベッド、5ベッド、できる5ベッドで。どのくらいのスピードで振るの。まあそれによるよね。そうね。え、そう、早いね。はい、じゃあ田辺康介の挑戦です。お願いします。いきますよ。はい、いやーやったーやったーやったそうだーやったーやったー、みんなやったーイエーイ。はい、シグさん、イエーイ。そんなやったー。待って待って、どうよし。これぐらいの速度で振ったよ。ね、同じぐらいの速度で。いや、早かったな、今ね。2枚になりました。お前、すごい。何があったんだよ。山あり谷ありがすごいよ。そうだね。いよいよ最終決戦。この3人の戦いの行方は、次回、最終回。前後編分かっちゃってる。前後編分かっちゃってるよ、これ。じゃあ、私が最後にやりますよ。はい、こちら。ドン。100円玉の100を出すポイント数。100が出るに2枚かけるぜ。まあ、2枚オールベッドだ。2枚しかないんだけど。今までやっぱ坂下とは長い付き合いだし、おやっぱりその信頼関係とかすごいあるし、そうだよな、はい、青鬼フレンズだもんな。そうそうそう、青鬼同じ事務所でさやってきて、うん、やっぱ俺は信じたい、あ、信じたい、うん、
できないに2メントそっちを信じた分かってたよ坂翔を信じないよし信じないよ信じないにオールインだよしもうこれはもうカナタとして負けるわけにはいかないから、ね、そうだねもう最後勝ちますよそれじゃあ行きましょうかそれじゃあ行きます、うん、お願いしますお願いしますいけ頼む花花ちょっと待ってやり直すかその編集かなやり直すのねすっごい痛そう結構頑張ってやったもんね、うん、よしよしじゃあ仕切り直していきましょう行きましょうお願いしますちょっと待って一回一回痛そうすぎないかまあまあねまあ人生山あり谷ありもう一回ポイント数一発成功だったらもうアウトだったそうじゃあ3度目の正直うわじゃあみんなで見ようぜそうだね、これはカメラじゃないみんなっていうかカメラか3人で見て、3人で見よう、3人で、3人でこう見て OK、OK いくよいきますかいや頼む花花花くっくっ花花花表で勝てましたあんだけ勝てた男が勝ちましたので4枚に入りました。で私岡野も勝ちましたので、はいはい、22枚になりました。すごい多すぎる。王者決定戦を今から2人でやりたいと思います。お題ははいルーレットでうわ玉を赤に乗せる。うわせんずながら、はい、やらせていただきます頼むよザッキー赤だよ赤黒ね黒赤だよルーレットスタートはい来た赤もっともっとおぉ赤頼む赤いいよぽいよだいぶカジノっぽいよ赤さあ赤どうなる赤ぬるっと始まったけどぬるっと始まったねぬるっと始まった結構長いぞ俺ずっと待っててさ石井さん後ろへ倒れてるあと10分ぐらい待ってたらどうするこれさああーでも来た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 来るよ来るよ来るよ赤来る来る赤見えない赤あっ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 あこれ出たり入ったりすんのいやこれ転がってないこれどっちどっちこれこれ多分遠心力で、うん、勝負をしましたけれど最終的に勝ったのは田辺康介でした。しかもちゃんと元より増やしてます。いやすげえわ。5よりね8です。もうポイントは関係ねえから。うるせえぞゼロだもん。俺も途中まで絶好調だった。いやそうよ本当に。そうなんだよ。運が絡むとダメなんだよね多分。誰も勝てなかったもん。途中というわけでこれからもクラブベネールを盛り上げていきますので、はい、次の動画もお楽しみに。バイバーイ。またね。動画が終わってしまいましたがどう思いですか。はい、いつも見てくれてありがとうという気持ちでいっぱいです。高評価とチャンネル登録の方も、どうぞよろしくお願いいたします。とのことです。以上ベネールメンバーでした。 KB